働く女性を対象とした無料の電話相談窓口が開設されました。女性のための労働相談ホットラインは、連合が全国一斉に開設しているもので、今日と明日、無料で相談を受け付けています。今日は、県内の女性から、パートタイムでも有給休暇を取得することはできるか、といった相談などが寄せられていました。連合宮城によりますと、 去年1年間の労働相談件数は326件で、そのうち4割ほどがハラスメントと労働時間に関するものだということです。相談は電話と line で受け付けています。電話は0120-154-052で、今日と明日の午前9時から午後6時までです。